古くから日本特有の文化として親しまれてきた磯釣り。ルアーフィッシングのジャンルでも壮大な自然の中で魚との本気のファイトを楽しめることから、ヒラスズキゲームがマニアックな層に支持されている。危険を伴う荒磯では、釣りの技術だけではなく安全面に対する心構えや天候判断など、アングラーとしての技量が備わっていなければチャレンジできない分野と言える。今回は熊本県の天草を舞台に、このエリアの釣りに詳しい秋山ジェレミー豪がヒラスズキゲームを紹介する。この番組はご覧の提供でお送りします。釣りのポイントは1に安全、2にマナー、3に仕掛けはポイントで。楽しい釣りならポイント、ポイント。一本の鋼から釣り針を作り出す。半世紀以上も前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い。パーフェクションインフックスオーナー。今回のルアパラ九州 TV は、熊本県天草のヒラスズキゲームをお届けしています。あ、皆さんおはようございます。ディオプロスタッフの秋山です。今日はですね、しっかりもう日も昇って、今もう9時ちょっと過ぎてるんですけど、今から、釣りを始めたいと思います。今日はですね、天草の、牛深の方まで来ておりまして、ヒラスズキを狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、さあ、今からちょっと使うルアーを説明したいと思います。これね、ディオから、この秋2021年の秋に、発売される、タイドミノのスプラット 120SF。 この SF っていうのは何の略かって言ったら、スローフローティングです。タイドミノシリーズでのね、十何年ぶりの新型、新たな仲間入りです。特徴としてはね、これまでのタイドミノシリーズよりはね、もうちょっとリップが大きくて水かみがいいですね。そしてウェイトもしっかり入ってて、この 120SF は、中にタングステンが 2個、そしてスチールが1個、タングステン、スチール、タングステンっていう形で入ってます。そうすることによってね、あの飛行姿勢のバランスも取れて、スイミングもすごい安定してできるんでね、そういう設定にしてます。とりあえず早く釣りたいので投げます。この 1,2,3 の後だな。 1,2 ふぅー、この後です。この後です。さあ、はい、飛ぶね。この日はさらしが広がる絶好のコンディション。しかし秋山は闇雲にキャストすることはない。さあ、今がチャンス。
あ、いいとこ入った。あら、出ないの。あー、食わん。条件は整っているだけに期待は膨らむが、意に反してなかなか当たりは出ない。ダメ、ちょっと動きますよ。ここは釣れるはず。ここで釣れなかったらちょっと心配です。たださらしが薄いからちょっと待ちましょう。釣れないときは我慢の我慢の我慢ですよ。しっかりさらしが広がるのを待って、最高の時に投げてやればもしかしたら釣れる。ちょっと試して。この後もルアーを変えたり立ち位置を変えたりしながらキャストを続けるものの、ヒラスズキからの反応はない。さあどうする、秋山。ああ、マジックで出ないの。やべえ、釣れねえ。なんで。よし、見切って一番向こうまで行きましょう。この厳しい状況を打開したい秋山は、思い切って徒歩で30分ほどの地点まで移動してみることに。良さそうだけど、藻が結構浮いてるんですよね。その藻が浮いてて、俺いいことはあったことないんで、それがちょっと一つの唯一理由とすればそれかな。釣れるはずだけどな。頑張ります。はい、今ちょっとね移動中なんですけど、ちょっと知っとってもらわないといけないのが、あの足元、ヒラスズキするにおいてね、やっぱ急ぐつっていうのとても大事で、まあ急ぎは濡れてるし滑るし苔も生えてるし、でやっぱ転んでね怪我したっていう人よく聞くんで、あのまず注意事項としては、まずこういうツルンツルンの岩とても滑ります。でね、もうちょっとガツガツしてる、ゴツゴツしてたり、あのカキがついてる岩、そういう岩の方が滑らないですね。あの特に僕はいつも使うのは、ピンフェルト、あのピンがしっかりあの出てて、でなおかつフェルトもある磯靴を使いますね。あのフェルトはね、あのカキとか岩のゴツゴツしたところにしっかり、食らいついてくれて、でピンはピンで、しっかりなんつうのかな、まあ、両方ダブルで効いてくれるっていうところかな。ピンだけだったらねツルンっていく時もあるんで、なるべく両方あった方がいいですね。はい、リセット入ったな。波風が一段と強いエリアに入った秋山、慎重に安全を確認しながら立ち位置を選定する。本当はあそこに行きたいんですよ、あの大きい岩に。でもね、さっきからごっつい波が来てるから、一応さっきから見てるけど被ってないから洗っちゃいないね。よし、ここまで来ればいいやろ。行きます。一目出るはず。あ、立ったよ。います。よし、秋山がついに当たりを捉えた。よし。出ました。あのね、9時ぐらいに着いて1時間風浦の方でねやってたんだけど、あまりにも魚からの反応がなくて、こっちの表の方に出てきました。ですごい波が高いんで、あのしっかり潜ってくれるルアーをね、水を噛んでくれるルアーを使わないとなかなかあのルアーをコントロールできないんで、で今回この新しく発売されるタイドミのスプラット
120の SF、 これでね、しっかり潜らせて泳がせて、平続き食わせることができました。嬉しい一本です。今ね多分10時半ぐらい回ってんだけどね、これからじゃんじゃん釣りたいと思います。平続き釣りにおいてね、一番危ないのはやっぱこの波と磯までのアプローチなんだけど、波がね荒う磯は基本的にアウトです。でも頭、波がバシャンと当たって砕けて頭から被るぐらいだったらいいんだけど、とにかく足元が絶対洗わない磯に乗らないといけない。さあやってみます。1投目から出るんじゃないかな、もうちょっと奥だったか。浅いね、これ手前すごいガチャガチャしてるからね。あ、手前で出たこんな浅いとこで、よっよいしょ、むちゃくちゃ浅いとこで出ました今、よいしょ。はい、潮がすごい引いてる状況なんだけど、もっと沖にいるかと思ってもう急いで回収してたら、手前でむちゃくちゃ浅いとこで出ましたね。もうかなり意外です。今回はねタイドミノスプラットの140、こちらで出ました。いやーよく飛ぶからね、かなり使いやすいです。今日はね今さっきまで多分12メーターぐらい風吹いてたんじゃないかな、突風がずーっと吹いててね、すごい釣りづらい、横風で釣りづらい状況なんだけど、今はねヘッドウィンドで風に向かって投げ込んでる形でやってます。ちょっと頭から被るしぶきだけど、ちょっとそこの線に行きます。さあ、まあさっきも言ったようにね、背を越えてね波が洗わなければねいいんで、ある程度やっぱポイント入った時にはしっかり海を見て観察して、どこまで、ちょっと待ってよ、どこまで波が上がってくるのかしっかり見てね、それから釣りをするようにしましょう。よっ、いいとこ入った、よし、秋山連続ヒット。やっぱいるところにはいるんだね。さあ手前が浅いぞ、飛べ飛べ、もういいサイズ、よいしょ。さてしっかり波見ながらね、よっ、さあこっちまで来れば安心安心、無理やりやってもね針が伸びたりどっか弱いところに負担がかかるだけなんで、しっかり波見て、波が来たらよいしょ、ここまで来れば安心、いいサイズです。平続き、今回もね、秋に発売されるタイドミノスプラット140、これスローフローティングでね弱ったベイトを演出してくれるんでね、すごい平続きにおいてもかなりの味方になってくれます。期待通りの両型平続きを見せつけてくれた秋山、後半戦怒涛の連続ヒットをお見逃しなく。
どうしたらいいんだ。そんなあなたにグッドニュース。フラッシュシールしっかり塗ってピタッと止まる。だからここもここも何にでも塗れちゃう。プロも納得フラッシュシールファストフラッシュも耐性。今回のルアパラ九州 TV は熊本県天草の平鈴木ゲームをお届けしています。ここまで3尾の平鈴木を手にしている秋山、続けて狙っていると、またしても秋山にヒット。これもサイズが良さそうだが、よし、よっ、よし、入った、はい、もう一本出ました。結構ここ溜まってますね。溜まってるとこに溜まってて、でね、いつもいるところよりはるか沖にいますね。やっぱあの潮がすごい引いてるんで突きどころが今ないみたいですね。でも出てくれました。太鼓があってかっこいい平鈴木、よし、ちょっと針一本だけだったからねバレるかと思ったけど、ほら取れました。イエイ。そのまま逃がしますね。よいしょ。バイバイ。それとね、やっぱり魚一本一本釣った後に必ず確認しないといけないのはね、リーダーが背とかでね擦れてないか、また魚のヒレとかでちょっとした傷が入ってないか、しっかり調べておかないと、せっかく来た大きな魚がバレちゃいますからね。さあまた行きましょう。だいたいね、さっきから狙ってんのはあそこの沖に背が一本見えてると思うんだけど、あそこのね左右、今まではとりあえず右側ずっと攻めてます。ここからね波がバン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 入ってきてて、こう払い出してあそこの沖についてますね。ほら戻れた。平鈴木の突き場が分かった秋山に当たりが止まらない。ちょっと上に行きます。しっかりね、こうやってファイトしてる時も下ばっか見てたらね波でやられるから、しっかり沖を見ながら生徒が来ない時にね、だからね、みんな焦って魚ばっかり下見てたらね怪我するんでね、しっかり波の状況も把握しつつ、魚は二の次ですね。やっぱ命が大事なんで、魚バレたらもう一匹釣ればいいんだから。さあ上がっておいで。おお、かっこいい。よっしゃ、取った。おお、大きいよ。ほら太鼓あって、これもよいしょ、かっこいい魚、いい魚っすよ。すごい太鼓あって、やりまして。まだまだ平鈴木の当たりは止まらない。ああ、当たった当たった。いるよ、いるよ、よいしょ。よし、でかい、やばい、背の裏、よし、すごい横に走るんだけど大きくないのか。ファーストランだけがすごかったな。おお、でも飛ばないぞ。カモン、さあ浮いてるはずだけど、なんだ、素手かい、大きいのかい、浮かない。浮かないよ。おーっとっとっと、おーっと、ナイスサイズ。やばい。バレる。軽く一本。よいしょ。大きな波が来た。大きな波来た。よいしょ。おー、いい肩。そこにいなさい。そこにいなさい。
よいしょよいしょよいしょ、せーの、いいよ、よし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 、こっちまでおいで、こっちまでおいで、よし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 、よし、はい、ナイスフィッシュ、すごいコンディションがいい、食ってますね君は、おい、よっしゃー、起きよ起きよ、よっしゃー、さあ今回はね、大道美濃のスプラット120、ワンランクちっちゃいサイズで食わせました。重いんだよ、ほら太い魚、よいしょ、あーもう今日はタイドミノーのスプラットだけですごいいい思いさせてもらってます。今回はねちょっとワンサイズダウンにして今、タイドミノースプラットの120スローフローティング、ちょっとねポイントを少しだけ移動して大きめのブレイクラインで食ってきました。おー、いい方です、嬉しい、イエーイ、さらに続けて、よし、一気に寄せました、一気に寄せたよ、バンバン釣ります、バイバイ。残り時間がわずかとなったところで、お、よし、本日締めくくりのヒット、よっしゃー、ゲットしました、よっしゃー、取りました、いいですね、超太いですよ、今度はねちょっとルアー変えてタイドミノーの SLD の F、 すごい浅いからね、フローティングミノーでやってます、いいね、イエイ、はい、今日はお疲れ様でした、もう残念ながらちょっと帰る時間になったんで、今からちょっと引き返すんですけど、今日はねちょっとしけすぎててスタートが9時半になったんですよね、9時頃かな、最初ちょっと危なかったんで出てこなかったんですけど、9時スタートで9本釣れたんでね、十分楽しませてもらいました。今日は主に、使ったルアーは何かと申しますと、今度2021年この秋のね、秋に発売されるデュオのタイドミノーのスプラット、2サイズありまして120と140を今日主に使ってですね、いい結果をもたらしてくれました。このようなね荒れた海でもしっかり水を噛んでしっかり泳いでしっかり魚に口を使わせてくれるっていうね、ミノーです、タイドミノーシリーズでもね久しぶりに出たニューモデルなんで皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。今日はありがとうございました。釣り場はきれいにして帰ろう。マナーも腕の内。おはようございます。釣り具のポイントの後藤です。今回はもう本当圧巻の釣果というかですね、もうなかなか出会えない魚、かなり上位にランクインする平鈴木、もうこんなにヒットシーンが見れるのも本当に珍しいんじゃないかなと思います。あとはですね、やっぱり平鈴木も鳥もその魅力に取りつかれる一つとしてですね、やっぱりあの魚体ですね、まあ、あの普通のシーバスとはちょっとまた違うですね、もうあの魚の魚体、まあ、色ですね、もうプラチナシルバーに輝くあの平鈴木が水面から割って出た時なんかもうはーってなるようなですね、あの感動も覚えますし、まあ、本当にあの今回本当迫力のある映像だったなというふうに、思いました。で今回ですねちょっとご紹介したい商品がですね、まあ、平鈴木もあの、まあ、使っ
使えないことはないというかですね、まあ、使えるようなロットなんですけども、今年のですね、1月に放送された回で私がちょっと実際に使ってたんですけども、ショアジギング GR2 これにライトモデルがですね、追加となりました。それがですねこちらですね、今私が持っているのが、ショアジギング GR2 の、ライト L、Q3 の ML ですね。こちらの実際にですね、放送された際に、まあ、使用したんですけども、最近ですねショアジギングでも、重量級のバイブレーション、また鉄板バイブ、まあ、そういったプラグ系を使う釣りがですね結構流行ってまして、そういうまあプラグにも、かなり使いやすいような設計になっております。で、まあ、キャストウェイトもですねマックス 50g までということで、まあ、ライトショアジギング堤防から遊べるような、まあ、メタルジグ、まあ、大体 30g から40g ぐらいですかね中心に使う釣りと、あとはまあルアーのまあボリュームの大きい、まあ、ビッグバイブレーションまたは大型のミノ鉄板バイブにも非常に使いやすいモデルになってます。で長さもですね、まあ、9.3 フィートということで、まあ、長すぎず短すぎずの絶妙な長さということで、実際私もこれまあ、キャストしましたけども本当に投げやすい。そしてまあ、ショアジギングロッド長くなるとどうしても重たくなるんですけども、まあ、Q3 というまあ長さが、まあ、本当に絶妙な長さで、まあ、1日振っても本当に疲れにくいというようなロッドですので、まあ、ぜひですね、まあ、秋の本格的なまあショアジギングシーズンを迎えてますので、まあ、ぜひおすすめの1本ですのでいかがでしょうか。現在発売中のルアーパラダイス九州ナンバー44秋号はシーバス解説やカヤックフィッシング入門、アジングワームのセレクト術など内容は盛りだくさん。ぜひ書店や釣り具店でお買い求めください。本日もご覧いただきありがとうございました。最後はこちらで締めたいと思います。1に安全、2にマナー、3に仕掛けはポイントでということで、来週もお楽しみに。おった、スレクター連発。この番組はご覧の提供でお送りしました。